マスターキーを求めて私たちが導かれたのは神域御神屋向かい。ウルお母様に案内されるまま進んでいくと、そこにはオンビタイカヤーの遺跡やタダリの姿が。地下にこんな場所があったなんて全然知らなかった。歌われる者二人の白炉第21話。この気配はまさか。